な精神が死んで大人に落ちていっちゃったのに、僕はただ誰かの体温と同じになりたかったんです。空気が薄い、映画館が良くて、誰かに大好きだよって言って欲しくて、どんな手でも夢握ってみたよ。全部必死だったんですけどね。みんな青春が死ね、大人に落ちていっちゃったのに、僕はただ誰かの体温と同じになりたかったんです。古いベッドと黄ばんだシーツで、名も知らない嘘と抱き合いながら、今日だけは一人で落ちてみます。だって朝日は昇るから、カタカタと音を立てて、映写機は回ります。色あせた青い画面スクリーンに映します。もつれ合う弱い声は、ちっぽけな強さにあり、いてついた僕の時間、温かい胸の中で壊すんでしょう。僕に告げたブルーフィルム。